まさきくん、今日はおはじきだけ。今日はじきだけするのか。ちょっと悲しいけど。いい今から言われたもん。よ、分かったよ。じゃあ、今日のおはじきまたやりますね。いくよ。今日は同じのが2個あったりしますよ。いきますよ。まず最初は。これあんま簡単に育てへんねんて。何簡単に育てへんの？お兄ちゃんに言ってる。どこ？お母さん、ダウンロードして。2、4。この姉ちゃんの読み。あ、読んね。できた。ま、よ英し。語のやつ。皆様。取ったらもう教えてあげないからな。どうやってやるか。でもあれ、説明書とか教えてくれるから大丈夫やね。英語やろ。ルクさん。もう遅い。じゃあ、行くよ。なみちゃん。待って、まさきくん、お兄ちゃんがバラバラのせあらららら。たいくん、いのりちゃんは邪魔しないであげて。たいくんも一緒に考えてもいいよ。じゃあ、行くさよ。を食べるの？もうそういうのは邪魔。8個。6と2。6と2。5はどうやって作る？5？ そのままの5と4と5。5を作るんだよ。4と5。5ね。はい。じゃあ、次いきます。6と7。6、そのままの。あれもあったのにな。もうやっちゃったからもういいわ。6と1。6と1で7。はい、6はどうやって作ろうかな。3と、やっぱり違違う。う。何か残ってるもの42つ。と2。そうだね。これで6ができるね。はい、よくできました。すっぱらラーボン。すっぱらラーボン。次は、大丈夫これ。11と5。11？ 11と5。ダメよ、ね。ママにやって。今勉強してるから。11どこ？11はどうやって6作とる？こ。6と65。とこ。5はどうやって作る？5は2と3。2と3。はい。じそれ、もう適当にやったらいけんで。ゃあ、次です。4は5と1。4と13。13は6と5と1？6と5と1だったら12になったよね。ちゃんと数えて、12だろ。6と5と2で、はい、普通6と5と2、そ4のまはまどうのやってる？4は？4ちゃん4は？
え、そのままの4だよ。え、そのままの4だよ。できましたね。簡単さ。そうか、簡単か。そしたら、次は、14と6。難しいぞ。14と6だとできるか？6と4、あ、違うわ。6と5と4。6と5と4を合わせると15だ。はい。もう一回言って。6と5と3。はい、6と5と3で10だね。はい、残りで6作るんだよ。あとは、4と2。4と2だね。はい、OK です。じゃあ次です。12と9。12はさっきやったから。でも今度は12と9だよ。できるかな？6と5と 1？ 残り9は出て作る？4と2と3。できた！すごいね、いのりちゃん。あなためちゃくちゃ得意になったね、これ。得意だね、いのりちゃんね。じゃあ次行くよ。じゃあ次は、10と、てか、6で。10と6。ちょっと待って。ね、えんちゃん、最後の問題だから、あと1問な。うん。うん。猪ちゃん何が食べたの？え、吃什么啦？不是的。你把哈基基吃下去啦？嗯。え、猪ちゃん、俺怎么会？食べたよ。え？桃。あ。え、じゃあおはじき食べたの？髪の毛生えて。なんかクッコーにしてたから食べたかなと思って。危ないよ。おはじき食べ物じゃないよ。違う。はじきじゃない。はい、これやりましょう。10と6。10は6と5と4と2。6と5は10じゃないよ。11だよ。ああ、そういうことね。そういうことね。6と4で10になるね。はい、じゃあ残りで6と2。あとは3と2。何と何？3と1と2。はい、3と1と2。はい、これで6ができたね。得意。わーい、よくできました。じゃあ、次は1個の数字にしようかな。15を行きましょうかな。そう、もったいない。はい、ゆなちゃん、これ最後。最後の問題。これできたら終わりにしよう、ね。全部！全部じゃないよ。全部で20。じゃあ、あ、はいはい。じゃあ、はい、何だったっけ？6と5と3と4。おかしいね。3、4、5、6足すと、いっぱいになっちゃうよ。20になっちゃうよ。15だよ。6と5と3と2。それだったら多いよ。16になっちゃうよ。よく数えて。3と5と6と1。3
ちゃんと数えて、もう一回言って、6と5と、もう一回言って。はい、3と1。これで15だね。ちゃんと数えてよ。のり。OK? はい。はい、数えないと算数上達しないよ。数えようね。じゃあ、まあ、見に終わりだよ。もうない？マミーに次の時間言わなきゃいけないよ。来週が最後だよって。はい、してたよ。うん、来週が年内最後な。だから。早く、僕の足をつぶつぶ。だから、授業だけじゃなくて、エンちゃんの、そうそう。T シャツ項目とか。あ、今出してる。今日、学校から電話あったか、エンちゃん。え？今日、学校からエンちゃんに電話あったか？大丈夫。あの、なんだっけ、学童の、来年の学童の、なんだっけ、あの、保育証明のやつ、会社のやつ。1枚、2人だから2枚欲しいだって、だから1枚コピー取らなきゃあかんですよ。それだけだ、大丈夫。まさくんところに電話があって、まさくん、大丈夫。うん、大丈夫よ。うん。わかりました。あとね、お知らせが1個あるよ。の館山のネロアツミさん。ネロアツミ。市長候補だった人。ネロアツミって知ってる？市長さん？市長辞めた人。選挙で。辞めた？負けた人。うん、今日会ってきました、パピが。あ、そう。で、うん、そして、あの、まさくんのやってる DSE を応援してくれるよって言ってくれました。 DSE って何や？まさくんがやってる英語の授業や。おうおう、わかった、うん、そう、だから、それだけの報告や。これ成功したら来年給料上がると思うよ。おう、わかりました。ムロさんね、館山市内に1000人友達いる。おお、うん。だから、もしかしたら、すごく増えるかなって。ああ、わかりました。はい、じゃあ、伝達事項はそれぐらいかな。えんちゃん、健康は大丈夫か？ああ、今日、ハンド来ましたから、早く寝なきゃあかん。ああ、そうだな。わかったわかったわかった、うん。子供たち、健康は大丈夫か？大丈夫やね。で、冬休みの間は、京都府の中で遊んで暮らすんですね。そうですよね。そうか。あの、千葉県には来ないんだね。うん、冬は無理やね。そうだね、わかった。うん、OK、今度夏かなと思って。夏か春かだな。うん、春とか夏とか。うん、じゃあ今日はここまでね。じゃあお元気でね。バイバイ。